通常の2020ですが、これは1999年から2003年、WRC に参戦したことのファイナルボトル、主催者の文字から前後フェンダーを広げ、パレットを運ぶのはラリーカーでは、特にフランスではダイナマイトコーダが、2020WRC の場合、さらに前後のバンパーを拡張し、車の全長を見せる。WRC のレギュレーションで、WR カー全長は4メートル以上でも可能です。この型バンパーをつけることで、それをクリアし、私の前傾車を近づけることが、ことで何とかコログレーションで、直後、ローバーパンクの延長は、自動車の運転性能を考える上で、以外であって、一致しないスタイルが、一番失敗して、副業としての人は2カーで参戦した。2026年 WRC 参戦の各コメンタル市販が増加した。市販車の2026は 1400cc、1600cc エンジンが搭載するコンパクトだ。そのエンジンループに 2000cc、しかもカーブエンジンを搭載するスペースにも、まだ熱対策の面倒くりになるのは便利で、自動ワイクエンジンならラリーの実績台点検を全国で300の工程。これがね、私にはこれ1台なんですが、206C というのは非常にこうよくいい車でしてね、よくラリーなんかでも優勝したりなんかしてよく活躍してました。確かにそういえばそんな記憶がありますね。今あんまりラリーの車とか主に全般的にレースで活躍する車ってあんまりパッとしなくなったけども、昔はそれこそ今から20年ぐらい前とか30年ぐらい昔は、車好きの人がすごく多かったんですよね。今の時代以上に多かったんですね。その若者から子供から熱狂的な人が多くて、でそれでテレビ番組でもね、そのラリーとかレースの様子をそのテレビ番組が作ってしまうぐらいだったから、まあそれで毎日のようにそれを放送を、毎日じゃないや、週に1回ぐらいかな、放送してたから、まあすごいそういう、今じゃちょっと考えられないけども、まあそういう時代があったんですよね。でその時にまあこれなんかもやっぱり活躍してて、で他にもトヨタカルダではセリカの GTF50R とか、あとは、あれですね、三菱のランエボとかインプレッサ、WRX とかね、海外の車だとランチャーデルタとか、そういうからも活躍してましたね。あとパジェロの存在というのもあったし、ランクもあったんですね。でもなかなかこう、いい車が勢ぞろいだったんだけど、この時代はいい車がたくさん作ってたんですけどね。今はそれに比べるとあんまりいい車が少なくなってしまったんで、それが残念だなというふうには思うんですが、まあなかなかこういうわけでいいデザ
台の車でね、これはマジョレットの、ミニカーなんですが、なかなか素敵な車でしたね。というわけでございます。